ここが宝物庫か。以前も警告したはずだ。均衡を乱す者には容赦せぬと。俺も言ったはずだぜ。これ以上口出しするなら容赦しねえってな。出てこい、ギルガメッシュ。貴様にクリスタルをやることはできぬ。へえ、サーダリに味方するわけか。我はどの勢力にも肩入れはせぬ。者ども構えよ。撃て。まだ分からぬか、貴様らの銃など。分かってねえのはあんただよ、ギルガメッシュ。花を持たせてやったんじゃないか。これはなぜ好機のベリアスは。さらばだ、ギルガメッシュ。俺の歴史の一部になりな。様、まさかクリスタルを狙うと見せかけてギルガメッシュをおびき出したのですか。これまでクリスタルの採掘を何度もあの野郎に邪魔されているからな。すっげえ、さすがはジェイダン様だ。奴はまだ生きている。見つけて仕留めた者には望む褒美を取らせる。急げ。エンゲルベルト、聞こえなかったのか。俺に命令するな。それが許されるのはロブ様だけだ。ダメだよダーリン。まだわからないのか。僕たちは敵じゃない。味方のつもりもない。君は本当にシュゼルトの親友なのか。なんだと。一刻も早くシュゼルトを救いたいのなら力を合わせることなど。貴様の魂胆は分かってる。マシュリー様をかどわかし、生き延びるためにシュゼルトを生贄にし、このままホルンを乗っ取る心づもりなのであろう。ふざけるな。両軍の輪を乱すというのならば。おお、やるつもりか。いつでも受けて立つぞ。どうした、臆したか。動けないってんならこちらから行かせてもらうぞ。何者だ。この黒いスカーフはまさか母上の。母上だと。ヘレナ妃は確か命を落とされたって聞いたけど。生きてるんだ。そうか。エンゲルベルト、ダーリンは
両親を戦で。余計なことは言うな。戦場で散っていい命などない。それだけのことだ。ありがとう、エンゲルベルト。どうか力を貸してほしい。この通りだ。なぜ俺に頭など下げる。一刻も早くマシュリーを、そしてシュゼルトを助けたいんだ。そのためならば僕は何だってする。だからダーリン。わかった。だが力を貸すのは二人を助けるまでだ。ああ、感謝する。なんて守りの硬さだ。たく、なんて城を作りやがったんだよ。すまない。だがもう引くことはできないぜ。その理由は。俺の見立てではまだサーダリーの野郎はリオニス城にはいない。つまり奴らにはまだ援軍が来ると。そういうことだ。時間をかけるほど僕たちは不利になる。モント様、どうしたんだ。リリシュ、エルデ様が。シュウエがどうしたんだ。いや、後方で傷の治療をなさっているんだけど。そうか、よかった。傷がひどくなっているのかと思ったよ。リリシュ、エルデ様が兵を数名集めて何か指示を出してるんだ。それでちょっと探ってみたんだけど、どうもエルデ様が出陣なさろうとしているようで。無理だ、あの傷では。私もそう思う。僕はここを離れられない。父上のことを頼む。わかったよ。何をお考えなんだ。ようやくお目覚めか。まさかリオニス城へ戻ってくるなり自分の部屋で眠りこけるとはな。俺が目覚めるまでここで待っていたわけか。余裕だな。この戦勝ったも同然。サーダリー様がおいでになる前に決着がつくだろうよ。待て、どこへ行く。マシュリーはどこにいる。さあ、どうしても会いたいのなら自分で探すことだ。ならばそうさせてもらう。やべ、こっち来るぞ。今のやつ知ってるのか。当然だろう、リオニスの第二王子シュテル様だ。そうなのか。だがその第二王子がなぜホルンを裏切った奴らとつながってるんだ。
それは私には分からない。ホルンだけじゃなくリオニスも二つに割れたってことか。そんな信じられん。じゃ行くか。行くってどこにだ。決まってるだろ、マシュリーを探すんだよ。どうした、眠いのか。お前と一緒にするなよ。てかマシュリーはどこに囚われてるんだよ。私が知ってるわけもなかろう。お前さっき言ってただろ、もう心配はない、ここは我が家同然のリオニス城だって。細かいやつだな。だからマシュリー姫にそっぽを向かれるんだぞ。お前本当にリオニスのものなのか。ああそうだ、まさか疑っているのか。このリオニス城に詳しいんだよな。ああ、我が家同然だ。もう一回だけ聞くけど、マシュリーはどこにいると思う。何度言わせる、知っているわけがなかろう。はあ、心当たりもないのかよ。いや心当たりはあるんだが。どこだ。言いたくない。お前喧嘩売ってんのか。なんだやるのか、受けて立つが。なんで言いたくないんだよ。予想が外れたら格好悪いであろう。仕方ねえな、行くか。ほう、今度はどこを探すんだ。ああ見えてもマシュリーはホルンの姫だからな。その線で行くならばリオニスの姫か妃の部屋か。ほう、なかなか鋭いな。だがリオニスに姫はおらん。となると妃の部屋か。さすがだなカミンロ、私の予想とぴったり同じだぞ。ああじゃあ期待できねえか。何を言う、早速行ってみようではないか。はあ気乗りしねえな。ヴァジム、やっぱりウェゼット城へ引き返すべきじゃねえか。無理よ、この戦力でどう戦うっていうの。リクトラやルアーサがいる。しかし今戻れば彼女らの行為が無駄になる。ならばあの二人をこのまま見殺しにするってのかよ。そういうわけでは。なあグラセラ様、この機会を逃したらもう俺たちは。ボージス城へ向かう。グラセラ様、それならここでお別れだな。アバよ。そんなお前たち行くぞ。グラセラ様、いいんですかこれで。ボージス城へ向かう。グラセラ様、姉様、
誰か来るわ。敵でしょうか。いや、この御神は僕たちと同じ姉様の施設部隊伊吹の一人よ。姉様の一族の護衛でボージス城に行っていたはずだけど。しかしなぜここに。グラセラ様、ボージス城で何があった。申し訳ありません。何があったのだ。皆殺しに、私以外のものは全て。そんな、母上も幼い兄弟たちも。むごいこと、一体何者が。ウェズエット兵です。奴らは夜明けとともに襲撃してきました。つまり私たちの計画は事前に漏れていた。そういうことになります。嘘よ。私たちの中にクーリーの艦長がいたってこと。そんなはずはないわ。姉様、どうしよう。こうなればウェズエット城へ引き返しクーリーを撃つしか。リオニスへ向かう。でも彼らは私たちを裏切って。モントは私のことを裏切ってなどいない。モントをホルンから奪い返しクーリを撃つ。行きましょう。そこまでモント殿のことを信じているとは。することだ。忠告の使徒。待ってくれ。どういうことだ。わらわが囚われの身ということは、そなたは一体。俺はリオニスを捨てた。モントとたもとを分かったということか。なぜ答えぬ。本当にモントと剣を交えるつもりか。それが宿命ならばな。そうか。モント、そなたは今どこにおるのだ。